たまやってくる保険の営業、いろいろな噂があったりしますが、実際のところどうなのでしょうか。2018年の10月に、面白そうなスレが立ちました。固定給の定保歴だけど質問ある？何でも答えるで。年齢は20代とだけ。ちなみにいわゆる一件一件ピンポンではなくて、会社とかに立ってる人だよ。年金って2社入ってるけど、どっちか解約した方がいい？証券見ないと何も言えないけど、2社入ってるってことはリスク分散されるから、安易な解約はおすすめしない。タイミングによって解約返礼金が累計払い込み保険料を下回っちゃうこともあるので注意してほしい。やっぱり枕してるんですか？聞いたことない。2年以内に解約されるとペナルティ食らうから、ほとんどやるメリットもないんじゃないのかな。でも人数多いから1人くらいはいるかもしれない。担当企業の人とやっちゃったって人は、聞いたことあるけど、固定期間終わったら辞めるんでしょ？ずっと固定屋で、まだ辞めないつもり。話しかけないでくれます？すまんのう、仕事なので。いつもお菓子ありがとう。わーい、いえいえ、おしゃべりしてくれると嬉しい。生手なのか生命保険なのかはっきりしろ。生命保険の方。裏絶対する？早く辞めたい。枕はしない、メリットが少なすぎ。上司とか同期と楽しくおしゃべりしてるところ、怒涛の勢いでカットインしてくるから鬱陶しい。空気だと思って気づかないふりしてるけど、それでも声でかいから邪魔。それは空気読めないな。基本集団でワイワイ話してたら、自分だったら保険の話はしないかな。友達がやってるけど、最初のうちは給料少なくて大変そう。歩合の方かな？自分のところは最初から大卒の初任給より、ちょっと多いくらいだったよ。ハロワの前で営業を勧誘してるのはなぜ？多分歩合の方だと思う。勧誘した人が入社すると、自分の給料にも反映するらしい。ハロワに求人かけても来ないからあそこにいるの？どうなんだろう？うちの部署は大卒オンリーで、一般企業と同じように就活して入るから、あんまり詳しく知らないんだけど、確か自分が直で勧誘すると、その人の給料に反映されるからだった気がする。今年銀行辞めて別業界に転職したけど、よくやってられるな。慣れたら移動時間とか自由だし、一人で外で昼食べていいので自分は好き。向き不向きかと。額面いくらもらってんの？月35くらい。ボーナスは歩合だからその時による。月35とかマジかよ。養ってくれよ。ちなみに月17万？まあ人によりけりよ。これも資格の有無にもよる。一人でも話しかけられないようになるコツ教えて。面と向かって話しかけないでって断ってもいいの？親戚、親、兄弟が他社で聖ホレディしてるって言えば話しかけてこないと思う。うちの会社に来てる聖ホレディと枕した人結構いるぞ。それ保険入ってるのかな？普通にありで男とやるのが好きなだけではなく、昼休みに来るけど挨拶するだけで勧誘とか全くしないおばちゃんの目的は何なの？やる気ないんちゃうか？将来設計や人生の予定は？ずっとプレイヤーやる人もいるけど、自分はそろそろ裏方やりたいかな。ことぶき退社したいってみんな言ってる。新ママが多い印象。不愛？時間に融通聞くからでは？勧誘がしつこい。締め切り日前はどうしてもね。あれめっちゃうざいんだよな。こないだも3人くらいに囲まれてガン無視してるのに、体すりつけていろいろ聞いてきやがったわ。囲まれるのはちょっとすごいし、無視されたら自分だったら他行くかな。一部本当にメンタル鋼な人がいるのは確か。契約してあげるから LINE 教えてよ。会社で禁止されてるのかっこ一応。自分から入りたいという人は、危ないってなんかで読んだけどそうなの？かなり怪しい。単にその聖ホレディ目当てか。持病隠して保険金目当てだったり。でも自殺って一定期間保険金でないんですけどね。営業の仕事はクレームとの戦いでもあると思いますが、クレームに関しての質問もありました。もし日本か奥に住んでいるお客が、そのまま中に入ってくださいと言ったら、畳の部屋でもヒールのまま土足で入りますか？うちの部署は家は基本入っちゃいけない。どうしてもって時のみ可能だけど、絶対上司と同行。保険の CM でよくある。聖ホレディが一人で個人宅訪問するのは、ガセだったのか。不愛は確か一人でも宅訪するんじゃないかな？うちらはダメ。不愛の聖ホだったら、もし日本か奥に住んでいるお客が、そのまま中に入ってくださいと言ったら、畳の部屋でもヒールのまま土足で入りますかね。人によるんじゃない？私だったらそんなこと言う客怖いから、家に入らずその場で上司に電話するわ。なるほどな。枕営業はさすがにありえないけど、人んちに土足で入ることに失うものはないから、できそうな気がしたけどやっぱ怖いのか。マジでクレイジーな客いるからね。入院したから給付金よこせって電話あって、よくよく聞いたらそれ契約者じゃなくて、契約者の愛人だったってことがあった。指定代理請求人かっこ家族か本人じゃないと、個人情報は教えられないって言ったら、10分くらい逆切れされたことあったよ。しばらくネタになってた。あ、なるほどな。そういう可能性は怖いけど、畳にシールで上がる以外は普通に対応して、普通に契約されるんなら、できるんじゃないかなって思ってしまった。後からそんなこと言ってないのに勝手に入った。とか言われてクレームにされるの嫌だから、自分はやらないかな。ほんとそういう人いるからね、クレームつけたいだけみたいなことさせる客。絶対にクレームつけません、みたいな念をしてもダメか？っていうか余計にうさんくせえか。
人によるけど私だったら絶対にしないかな。次回から上司同行にするし。国の役所で下にゲートと警備員いるのに、どうやって入ってきてるの？許可得て裏口から入ってるはず、認可証持ってると思う。うつでも入れる保険ないの？基本、ない。じゃあ性病保険作ってよ。風俗の待合室で営業かければ、業界シェアナンバーワン取れると思うよ。総合職の皆さんに頑張ってもらおう。生命保険の確認のコルセンで働いてるけど、めっちゃ早口なのやめてくれ。聞き取れないし入手できないし困るわ。ちょっとわろた。急いでたのかもね。両極端だよね。すごく丁寧な人とすごく感じ悪い人と、お客さん近くにいるのに大丈夫かと思うわ。そうだねー。セイホレディ自体もしつこくて推しが強いのと、親身になってくれる菩薩みたいな人と極端かも。結構もらえるんだね。年収600とかすぐ行きそうやん。1000超えも全然いる。5年やれば行くんじゃないかな。相当仕事できないと別だけど。契約前の健康診断での要検査を、言わないと告知義務違反だけど。契約後の健康診断での要検査項目は、言わなくても問題ないの？契約後であれば、その告知の内容と保険にもよるけど、言ってもらってもいいけど、言わなくても平気かな。でも病気になったり手術なりしたんだったら、保険金の給付対象になるかもしれないから、すぐ連絡してほしい。酒で酒をやって迫ってくるおっさんとかおる？いない、私はそういう雰囲気は絶対に作らないし、客が男の場合は二人きりにならないように、徹底的に言われる。日生かどっかだと思ったんだけど、マーチ2万の大卒新卒で、入って1年目で他の同期よりどんどん昇給ってありえるのかな？セフレの元彼がそうらしいんだけど、世間知らずな子だから深島に受けてるだけじゃないか疑問なんだよね。具合はわかんない、ごめん。でも固定給だったらありえない。たとえ総計でもそれは絶対にないよ。やっぱありえないよね。おまけに総計どころか日大未満の、名前もよくわからん大学卒だし、東京経済大学だったかな。オリパラにも関わってるとか、もう不可思だろうなってずっと思ってたんだけど、すっきりしたわ。かなり嘘くさいぞそれは。確かに3年目からは、一気にドカンと上がる人はいるけど、1年目は全員同じ給料だし、そもそも1年目で営業以外の仕事はできない。世間に嫌われてる自覚ある？まあしつこい人も多いからね。一番感謝されるのが不幸な時っていう仕事だから。困った時は給付金でお助けするわよ。かんぽ生命の商品って実際どう？郵便局で安心だと思って、入ろうか悩んでるんだけど。商品による。確か学士は審査が厳しかったような。指が一本欠けた状態で生まれてきた、お子さんがいるお客さんがいるんだけど、それが原因で入れなかったらしい。どの商品なら入ってもいいと思う？正直一概には言えない。あなたの年齢、性別、職業、結婚してるのかどうか、家は持ち家なのかどうか。結婚して子供がいるんだったら、死亡保険の額を大きくすべきだし、独身なら生前給付の額を増やした方がいい。生存給付かっこ病気などになった時に支払われるお金の仕組みも、会社ごとに特徴があるから、何を求めてるのかによると思う。一回プラン作ってもらっては？企業グループの絡みで社員食堂での、勧誘許可されているのか知らんけど、童貞臭い陰キャばっかり話しかけるの戦略か？そういう子もいるだろうね。独身の男からばっかり契約もらう動機と書いた。自分はそれやると、女の人的に回すからやらなかったけどな。女の人は旦那さんに黙って、こっそり年金入ってくれたりするかっこ笑い。関東エリア住み？そろそろ福島の被爆影響出てきそうだけど、癌の疾病率どう？関東だよ。福島のことはわからんが、日本人って一生で癌って診断される確率、女4割男6割だからね。結局風俗場なんだ。自分はそういう誘いは受けたことないな。2年以内に解約されるとペナルティあるし、そういうので取った契約ってことは、2年間やり続けなきゃいけないってことだし、そこまでするメリットはない、正直。枕営業、メリットあったらするって言い方だな。そんな会社なら辞めるわ。狙ってた可愛い子ちゃん保険屋が、私彼氏いないとか言ってたのに、結婚しましたとか言って切れそうだった。契約しなくてよかったぜ。あら、でも契約してもその後、音沙汰なしだったかもしれないぞ。美人しか採用されないというのは本当。明らかなブスはほとんどいないね、確かに。たまにとんでもない美人がいる。でも完全に女子校乗りだから、サバサバしてる人が多くて楽しい。保険は給料いいね。俺はメンタル弱いからできないと思うけど。普段はメンタル弱いのに、なぜかめちゃ売る人もいるよ。断られるのは慣れてくるかも。仕事とプライベートは別って分けられる人か。超マイペースだったり、何言われてもめげない鈍感な人が向いてる。そか、なんか障害部署の動機が辛そうで。お客に断られるってよりやっぱ契約取れないと、会社で人権ないんじゃないの特に男は。多分どこの会社も、男の営業と女の営業は部署違くて、直接見てるわけじゃないから、なんとも言えないけど。確かに男は契約取れないと、普通に怒鳴られたり机蹴られたり日常茶飯事らしい。でもちゃんとやってれば、月一つも契約取れないなんてことは絶対ない。顧客取れなくてやめてく人多い？はっきり言ってちゃんとやってや、月に一件も取れないってことはそうそう起こり得ない。辞める原因としては、そもそも働くってことが向いてない人、
かっこ本当にたまにいる、やりがいあって楽で稼げる仕事がいいとか、自分でスケジュール組んだり、優先順位付けが苦手な人、上司と合わない人、かな。客が取れなくて辞めるってのはあんまりない。普通に社会人として向いてないんじゃね？って感じで辞める人が一番多かった。底辺派遣社員だけど、いつも生命保険の勧誘してくるのはなんでよ。仕事なのはわかってるけどうざいぞ。入りそうって思われてるんちゃう？逆に収入少ない人の方が、保険は入るべきだと思う。もう入ってるからいいですって言うわ。入ってるのは事実だし。本当に話しかけられたくないなら、嘘でも親戚から入ってるって言えばいいと思う。そしたら絶対勧誘してこない。黒い家読んだことある？あれ読んで保険も大変なんだなって思ったわ。ちょろっと見てみたけど面白そう。保険金殺人絶対あるんだろうなとは思う。綺麗な人だったら加入する代わりにキスさせてくださいとか言ってしまいそうだ。スレは以上で終わっていました。続いて2018年の2月に建てられたスレを見ていきましょう。保険屋だけど質問ある？答えられる範囲で。どんな保険ですか？生保メインだね。保険ってどっかの会社が潰れても業界で補填する仕組みがあるんだよね。そうだよ。保険会社が破綻した場合は、代わりに保証を補填してくれる機構があるよ。今は持病があっても入れますとか、一生金額は変わりませんみたいな、高齢者狙いの保険の CM が多いけど、何か裏があったりするの？一生涯値段が変わらない終身保険は、聞こえはいいけど定期型の保険に比べると割高。将来的に終身保険の方が支払い額は安いけど、20年30年も同じ保証持ってたら支払いの部分で不安だね。若い人は定期の方が絶対にお得。緩和型は医学の発達で、さほど昔より支払いが少なくなった疾病や、保証を下げて売ってるよ。ぶっちゃけ確率の問題だからね。契約で保険者の同意を取ってますか？同意取らないとかいろいろまずいと思うんだけど。収入保証保険入ってるけど無駄かな？俺も嫁も働けなくなったら相手に、60まで毎月12万くらい入るようになってる。毎月3000円くらい払ってるのかな？無駄ではないと思うけど、ポイントはどの程度の状態で、そのお金が受け取れるかだよね。終身保険の受け取り人が子供で、その受け取り人を勝手に変えられないようにするとかって、できるもんなの？契約者以外が受け取り人を触ることは原則無理。自分が契約者であるなら、大丈夫なんじゃないかな。例えば受け取り人の同意がなければ変えられないとか、受け取り人が未成年ならその保護者の同意が必要とか。できるって聞いたんだけど、普通に考えてお金払ってる人間が、どうにでもできちゃうもんだよな。契約者 A さん、被保険者 B さん、とかの場合は被保険者の同意もいるよ。契約者 A さん、被保険者 A さんは上の回答の通り、終身保険だと契約者 A で満期が来たら被保険者も A？ A が死亡した場合は受け取り人 B は被保険者になるのか？ A が死亡して保険が続くなら、新しい契約者を立てる。経費は同一の方がメリットを押し、経費が別の契約で仮に契約者が亡くなった場合でも、受け取り人の変更は被保険者の同意が必要。受け取り人が、被保険者になることはないぞ。個人型確定拠出年金と、保険会社の個人年金で迷ってる。それぞれの利点と欠点を、お教え願いたい。個人年金のデメリット。解約すると元本が割れる、割れなくなるまで時間がかかる。確定拠出年金に比べると所得控除の部分で劣る。確定拠出年金のデメリット。原則60歳まで解約できない。老後もらえるお金が確定できない。利点。個人年金。変額年金でない限り、老後の受け取り金額は決まっている。解約できる。確定拠出年金。所得控除の部分で年金に比べて有利。確定拠出年金、運用次第では、かなり利益がある。ただし資産運用の勉強をしていかないと、損する恐れ。個人年金、得でもなく損でもなく、貯金みたいなもの。って解釈は変かな？簡単に言うとそんな感じ。銀行に比べると金利はいいけど、特別金利がすごくいいわけではないので、余裕資金で加入することをお勧めします。わかりました。アザース、企業のオフィスに昼休み狙って乗り込んだりする？乗り込む人もいるね。昼休みに食堂の前で、待ち構えるのやめてもらえませんか？唯一の活動場所なんだろう、許してあげて。ただ横暴なら許すな。枕したことある？ねえよ。保険金詐欺はよく聞きますが、実際のところやったらバレるものなのでしょうか？病歴を詐称したとしてバレるもんなの？不自然なことがあったら、調べられてバレるよ。調べられるってどうやって？給付金請求の際に、おかしなことがあれば病院に調べが入るし、悪いことは考えるものじゃないと思うぞ。病院も個人情報出さないと思うんだけど、どうやって出させるの？最初の診断が5日くらいはわかるのもの。そうなの？その患者がどんな病気でかかってるかどうかさえ、個人情報じゃないの？契約の3ヶ月前に癌の診断を受けました。病院には通わずに偽って保険を契約。その後病院にて治療、最初の診断は残っているわけだから、告知に関してはすごいデリケートな部分、言えることは質問されたことに関して、正直に回答してくださいとだけ。弁護士とか裁判所を通して、開示させるの？実際に病院から情報を得て、支払わなかったことある？契約の解除は見たことがあるけど、どういう手順で炙り出したのかは詳しくは知らない。ただ病院に調べが入ることはある。
給付金の支払いに関しての部分でも書いてあったりするよ。そのあぶり出す部署があるってこと？病院に調べが入ったのは一時情報？興味で聞いてるんだろうけど、そんなことは絶対にしないでね。ググったら病院に弁護士を通して問い合わせるみたいね。でも通院した病院がわからないと無理みたいね。しないけど、バレなきゃ得、バレても元々もらえなかった。保険金がもらえないだけなんだから、保険会社も大変だね。保険会社よりも、きちんと月々いくらって掛け金を支払ってる、お客さんの方が不憫に思えてしまう。だから告知しなくていい健康な時に保険に入りましょう。一生安心障害保障を謳っておきながら、4から5年で新プランに更新させられるのってなんで？実質値上げだし。4、5年はさすがに早すぎるなと思うけど、医学の進歩に合わせて保険も進化してる。例えばだけど、20年も前の保険入ってる人は、給付金がもらえないことも多い。いざ使う時にもらえない保険ならかけてる意味ないよね。見直しは必要なんだよ。県民共済くらいしか入ってないけど、保険は入った方がいいの？あれこれ比較検討して、自分でいいと思って入ってもなんか不安だし、納得できるまで熟慮するっていうのが、もう面倒なんだけど、結局どれがいいんだ？自分は20代だけどもう見直しできないから、入っててよかったと思うしありがたかったよ。ただ保険は一長一短だし、その人によって必要なものも違うからどこがいい？あそこはダメなんていうのはないかな。好き嫌いはあるけど、県民共済はサブで持っているといいと思うけど、何かしっかりしたものも考えるといいね。若いうちは定期、できれば更新型の掛け捨て、ある程度になったら終身がおすすめかな。掛け捨ての終身保険ね。貯蓄系は？貯蓄性は高い、高いのに保証は薄いことが多い。それなら掛け捨てで手厚く持ってこそ保険だと思うけどな。保証が薄くていいなら、それこそ共済に入って、別に貯金したらいいのではと思ってしまう。これは一個人の意見だから、貯蓄が苦手な人とか健康に自信のある人なんかは、貯蓄税でもいいんじゃないかと思うよ。一時払い終身保険っていうのに、親が騙されて入って困ってるわ。外貨で高レートだったから、最近の円高でどんどん目減りしてる。外貨はリスクがあるからね、いい時に入ればいいんだけど難しいよね。びっくりした。為替差益は上限決まってるのに下は底なしなんだな。知り合いだと思ってちゃんと話聞かずに、サインしたからバカなんだけど、あまりにも損害大きいわ。寝かせられる保険なら寝かして、少しでもプラスになるなら解約だ。日経平均株価に依存した個人年金、外貨括弧米に依存した個人年金、その両方を取ったバランス型の個人年金、この3つをやるならどれがいい？分散させた方がリスクは減るんじゃないかな。っていう理由で3番。60歳未満ががん保険入るメリットある？メリットがないことはないと思うよ。がんなんて本当に確率の世界だから、若い人でも平気でがんになる。自分が保証に救われたから、いるかいらないか聞かれたら全部いると答えそう。すいません。確率的に言えば 3% 程度やんか。65までにがんになるの。それに毎年数万円かけるギャンブルは、率が悪いと折り越しても早詐欺に近い。若いやつでもかかるって言うけど、この確率絶対言わないよね。そうだね、そういう意味でのメリットデメリットなら、デメリットが多いんじゃないかな。3% を引く人がいるから、しかもそれを引くのが自分かどうかなんか、わからないから。いらないと思うならかけなくていいんだよ。保険は強制じゃないんだし。二人に一人が癌になるのに 3% なの？そういうのは障害羅漢率。65以降ぐっと上がる。3% が、どこから出てきた数字かは不明だけど、実際はもうちょい高いよ。精神科通院歴半年あるんだけど、医療保険は入れる？なんで通院してたのかはわからないけど、精神的なものは加入が難しいね。今後、最後の通院から5年経ってたりすると、普通に入れるよ。最後の通院から5年か。通院歴は保険屋にちゃんと言った方がいい？今は聞かれたことだけに正確に答える義務があって、原則それ以外のことは答えなくていいよ。ただ、保険の内容によって給付の対象が、生まれて初めてとかいう決まりがあったりするから、そこは注意。保険使ってる人が誰も病気にならなかったら、丸儲けなん？丸儲けだね。車屋の社員割引みたいなのって、保険屋にもあるもん。保険料が安くなる的な？それはないな。団体支払いで安くなることはあるけど、大きな会社に勤めてる人だと誰でも使えるし。何歳になったら終身にしようと考えてるの？自分は見直しできないけど、末死の子供が成人したタイミングとかかな。ソニー生命の兄ちゃんが言ってたけど、それぞれ保険会社が持ってるプール的な金か、今潤沢なのはうちですよって押してた。他社で加入者の高齢率が高いところだと、出てく金が多いから気をつけてね、みたいな。よくそんなこと言うな、笑い。そうならないように各社企業努力はしてると思う。そこだけが潤ってるみたいな言い方は、コンプラ的にも良くないと思うね。生年月日から一瞬で年齢がわかる特技持ってるの？昭和45年は何歳みたいな感じで、パッと出るようにはなりますね。保険やってタバコ吸わないってマジ？会場火災ではなく生命的な。タバコ吸う人はいっぱいいるよ。吸わない人もいっぱいいるよ。水性の生保入ってるけどどうなん？契約内容による感じ？内容によるよ。ニーズに合ってればそれでいいよ。だよねー。やっぱり生保は若いうちに、入っておいた方がいいの？
若いうちというか、選択の幅も広い健康なうちに考えてほしいと思うな。健康なうちか、なるほど。きっかけがない時にもならないし、加入を先延ばしにしたりするけど、興味があるなら前向きに検討してみてはいかがでしょうか。お前らなんで社会保険とか年金の話はないものとして、民間の保険進めてくんねん。そんな人いるの？それは無能な募集人。普通は公的な制度を加味して設計するの。医療保障なら高額療養費の自己負担を意識する。それはこのあたりで終わっていました。いろいろありすぎて面倒くさい保険ですが、じっくり考えるのは大切なのでしょうね。皆さんは保険の営業をしてみたいと思いますか？